はい。皆さん、こんにちは。小山隆介です。えー、今日はですね、富士フィルムの XS10 のカメラ、これの、まあ、えー、レビューというかですね、作例も交えてご紹介したいと思うんですけども、実はこれを収録しているときには、もう S10 は手放してしまいました。で、この理由も含めてですね、ご紹介したいというふうに思っていますえ。少しだけ S10 のね、話をしますと、あのー、まあ、 なんですか富士フ,フィルムのカメラっていうのはですね、非常に操作系が、まあ、例えばそのシャッタースピードとかですね、えぇ、ー、位の値とかをこう、えー、変える、えー、そういうダイヤルがついていてですね、操作が難しいって感じがどうしてもして、えー、初心者にはおすすめできないみたいなね、そんなカメラでした。えー、ところが、まあ、この S10 については、まあ、普通のカメラと同じようなですね、操作感で、えー、使えると。 いうようなことで、まあ、ここを見ていただくとわかりますけれども、普通のモードダイヤル。これは普通の一般的なね、カメラのものですよね。っていう、その、モードダイヤルで操作をするという、比較的こう初心者でも扱いやすく、エントリー機として、まあ、登場したものです。で、このエントリー機として登場した、この、まあ、カメラですね。私も、あの、ぜひ使ってみたいというふうに思ってる、思ったのは、まあ、ここにあるように、まあ、クラシックネガ始め。 これ最近一番出たからあのフィルムシミュレーションなんですけどもいろんなフィルムシミュレーションでですね撮っていくといいんじゃないかなと面白いんじゃないかなというふうに思って、まあ、これ購入をしましたで早速まあそれね使ってみないとというふうに思って撮影をしましたであの筐体がかなりちっちゃいので個人的にはですねやっぱりあのソニーで言うと 6000シリーズ。まあ、これのライバルという風に考えています。で私はこの6600っていうのを使っています。まあ、これ、あのー、手ぶれ補正もついてますし、えー、小型な筐体。でバッテリーをも大きくですね、えー、かなり、まああのー、使い勝手がいいと。で動画も、ねあのー、結構、こう。 まあ手ぶれはね、そこまで動画に強くはないですけれども、まあ、十分あの許容できるというところで、まあ、こういうそのアルファ6600を比較対象として S10 を使ったということです。で、結果的には、結果的には手放しました。 えー、私にとってはちょっと使えないというものになりました。じゃあちょっと作例を見ていきたいと思います。えー、この日はですねあの池袋でちょっと撮影をしようということでモデルさんの人とですね待ち合わせをしたんですけどなんとめちゃくちゃ遅刻とですね遅れてしまっていろいろ諸事情あったんですけどそれで結果的にですね撮影時間が30分、えー、だったんですよ。まあ,、まあ、あの遅れてくるのでのででそ間すねロケハンをしつつ パパパッと30分、まあ、30分と言いつつですね、私15分ぐらいで撮ってしまった、まあ、そういうちょっと作例なので、まあ、そこは割り引いていただけたらと思うんですけれども、15分ぐらいで、ささっとこうモデルさんでですね、えー、その撮影をするっていう状況があったときに、これね、やっぱりそのカメラとしての能力も非常に求められるわけですよね。あのすごい手間取るようなカメラであれば、15分で撮れないんですよ。 だからこれはですね、ある意味いいテストになったなというふうに今から思うと思います。じゃあちょっとお見せしていきたいと思います。真、ま、宙さんというね、えー、モデルさんでした。これ池袋のね、東口にある、えー、東京芸術劇場の手前のところのサークルのところですね。で、えー、この時には何を使ったかってプロファイル見ていただくとわかりますが、ブリーチバイパスというですね、えー、ものを使って、 プロファイルでで使っていいますこれ拡大できないかな、えー、見えますかねちょっとちっちゃいですけどね。つまりこれもうあのー、まあこの富士フィルムの S10 のまあ良さを生かしてですねそのまま取って出しと。 まあ若干その明るさを調整してますけどね、えー。トリミングもちょっと若干調整しますけども、そんな感じでやってます。だから色についてはですね、まあ、これ、あの、このクールな感じで撮りたかったので、ブリーチバイパスという、えー、からあのフィルムシミュレーションをね、えー、適用して撮っています。で、えー、まあこういう感じで、ちょっとね、コンクリのところ。まあこれなんかちょっと違う感じの、あ、これブリーチバイパスか。ちょっとあれですかね、えー、光の感じを。 書いいてるんでですすかねちょっとこうこう,いう感じです、えー、コントラストをつけてという感じで処理しました。まあ、これねあんまりね手加えてないんでもうちょっとなんか変えようよって話なんですけどねわかんないですけどまあちょっと行き過ぎかまあこういろいろしていくんですけどもまあこの辺はいかっでですねちょっとこの辺であれと思うことがあったんですよね何かというとピントが合わないんですよね顔に。 これピントが合ってないのか手ぶれなのかわからないですけどね若干なんかあれですよねこの辺にピントが合ってるのかなとでこれ確信に変わったのはですねこれですね、まあ、手に合うのはいいんですけども目の瞳オートフォーカスが効いてないんですよでこれですねあの私も15分ですから確認する時間もなくパパパッと これかなり移動してます。移動しながらこのね、えー、こう撮影をしているので、えー、移動して、はい、撮って、はい、次、はい、撮って、はい、次っていうの、こんな感じの流れで行ってますので、これ正直ね、ピントを確認してないんですよ。で、後で見たら、あ、そういうことかっての分かったんですつまり、ソニーの α6600 とかだったら、必ずこれやっぱりね、瞳に来るんですよね。で、オートフォーカスも悩みません。 で当日撮影しててもですねオートフォーカスがやっぱ合わなくて、えー、背面液晶でですねタッチでここに合わせろとかねそういう指示をしながら撮ったっていうのを覚えてますなのでかなり動きを、まあ、軽い筐体ですから私やっぱりこう片手でね、えー、パパパッとスナップしていくみたいなことを意識しながら撮ってたんですけれどもそういうふうにですね撮っていくにしてはオートフォーカスが まあ現代のカメラとしてですよちょっとね機器がいまいちだったんですよねスポーティーに撮るっていうことはできなかったその点で言うと α6600 の方がやっぱりオートフォーカスの追従性がすごい高くてこういう時も安心してパパパパッと撮れるで瞳オートフォーカスでパパパパッとこうね、えー、フォーカスを、えー、コンティニュアスに連続的にこう追従してくれるので、まあ、安心して任せられると。 で、この S10 は大きさ的にですよじっくり構えてこう撮るというタイプのカメラではないので、まあ、そういうカメラにしてはちょっとオートフォーカススピードが物足りないなっていうふうになったわけです、まあ、ただねこれはねないものねだりなんですよ S10 はもともとその、まあ、こうダイヤルのところのデザインも含めてですねやっぱりエントリー機として、まあ、設計されているわけですで、 富士全体はまあソニーに比べるとオートフォーカスがまあ弱いと。で、さらにその中のエントリー機だから、そこまでですね、オートフォーカスをやっぱり求めるものでもないということなんですよね。なので、まああのー、スナップ用途でちょっとこうね、えー、購入してエントリー機として、で、えー、フィルムシミュレーションで楽しむという、まあ、用途としてはですね、非常にいいカメラだと思います。一方、 結構スポーティーににってくる特にこれでねスポーツを撮るとかっていうことになるとちょっと厳しいような気がしますね。えー、オートフォーカスのスピードでいうとやっぱりそういう動き物。もしかしたら子供を撮るとかっていうのもうーんソニーの方が安心して任せられるかなっていう感じがしました。ただ今このね操作のを見ていただくとわかりますが左上のダイヤルをこれフィルムシミュレーションに割り当ててこれあの であのデフォルトの設定でそうなってますけれどもこういう感じでですねフィルムを入れ替えながらこう撮影するというですねまあそういう意味ではやっぱりこれフィルムを楽しみながら撮るそんなカメラなのかなっていう感じがしました。まあ、ということでですね私の小型軽量の APS サイズのカメラに求めるもの片手で動かしてタタタッと撮ってちゃんとそれで後から見てピントが合ってるというような用途には ちょっと合わなかったなということで結構早々に手放したというお話でした。えー、ご視聴ありがとうございました。